皆さん、こんにちは、佐々木です。え、本日は仮想通貨投資をこれから始めたい方に向けて、おすすめのね、仮想通貨や何を買えばいいのかっていうことを話していきたいなと思います。2023年になってからですね、7月ですけども、ビットコインも上がってきて、まあ、なおかつね、僕も前から言っていますけども、2025年以降に仮想通貨バブルになる。まあ、またね、まあ、バブルになるというか、まあ、また上がっていくと。まあ、これはもう、えー、仮想通貨もそうですし、例えば、 えー、株とかもね、定期的な周期で上がったりとか、えー、バブルになったりしますよね。コロナバブルとか、えー、リーマンショックの後またね、まあ、に日本で言ったらアベノミクス相場で、えー、日本株が上がったりとか、まあ、その時期時期によって、えー、リスク出産と言われる株、もしくは仮想通貨っていうものが上がってきたわけですけど、えー、またですね、えー、今の時期少し上がってますけども、まあ、これからね、少し下がったとしてね、また2万ドル下がろうと、えー、結局数年後には、 え、ただビットコインがえ5万ドル、10万ドルになっていく可能性は、僕はえ高いと思っていますし、まあ皆さんの中にもね、そう思っている方は多いんじゃないかなと思いますので、ただその中でもまだね、今年始めていくとか、始めようと思ってるんだけども、まあ、もうね、何千何万っていう仮想通があるわけなので、その中で何を買えばいいのかっていうのはわからない、もしくは買い方がわからないとか、取引所とか、そういったところの本当に基本的なところは今日話していきたいかなと、まあちょうどね、日曜日なので、 あの、何て言うかな、えー、勉強とかね、真面目な方は投資の勉強したい、仮想通貨学びたいと思って調べてる方もいると思いますので、まあ、今回はこういうテーマで話していきたいなと思います。で、これからね、話していくんですけども、えー、まだ、あ、ですね、僕の公式 LINE、公式メールに登録しない方はぜひ概要欄の方から登録しておいてください。えー、仮想通貨や、ね、投資トレードの講義など無料でプレゼントしています、えー。どちらもね、同じ内容を配信することもありますけども、メルマガだけで配信することもありますので、どちらも登録しておいてくれると嬉しいです。 あと、えー、僕の運営するオンライン投資スクールということで、G Investor Premium ラ i g h t Plan というものがあります。こちらの方では,僕は、ね、僕がね、実際に売買している銘柄とか、えー、あとは数量、価格、どれぐらい買ったとかですね、えー、っていうものを実際に配信しています。えー、なので、まあ、具体的にえ例えば、まあ、これを買ったと言われても、いくらぐらいね、まあ、僕の資産がいくらで、どれぐらいの数量買っているのかっていうのわかんないと、自分に当て本、 当てははめることはできないいじゃななですかなので、そういった意味でも、資金管理っていう部分も分かりやすいと思いますし、えー、よりリアルを感じられることができるという意味で、えー、お勧めしています。まあ、これは本当初心者の方も多いですし、えー、初心者の方はまあ8割ぐらいとか、で経験者とか、それこそ億単位の、えー、資産を持っているとか、っ、え、て、ー、いう方も参加されています。なので、その、まあ、お金を持っている、多くね、持っている、持っていないとか関係なく、まあ、投資、仮想通貨、 あと、株とかですね、為替、トレード、短期から長期までですね、学んでいきたいっていう方は、えー、G インベスタープレミアム、ライトプランどちらもね、えー、検討されて参加してもらえればなと思います。えー、詳しい内容などは、えー、書いてあります。簡単に言うと、まあライトプランっていうのは少ない情報とか、よりその、えー、ライトな情報で、プレミアムっていうものは株とか為替とかですね、あと現物取引とかも、えー、毎月1回ですね、えー、何々を買ったとか、えー、この銘柄についてはこうですとか、 おすすめの銘柄はこれですとか。っていう感じで株、仮想通。貨、株に関しても日本株と米国株で分かれてますんで、えー、詳しくはね、興味ある方はこちらをチェックしてみてください。あと、切り抜き希望者用 d ディスコード。まあこれちょっと内容今、あの、DAO とか、あとコミュニティみたくしていこうと思ってるんですけども、えー、興味ある方はね、あのー、まあどちらかというと、その僕とその僕の周りのエコシステムというか経済圏みたいな。 えー、っていう感じを作っていきたいなと思って、まあオンラインサロンというか、そ、その、まあみんなで協力して稼ごうよみたいな感じですね。えー、まああと僕のお手伝いとか、えー、そういった意味で、まあ切り抜きっていうのもその拡散できますし、その切り抜きした人も稼ぎる。で、僕も、にも、えー、広めてくれたっていうところでメリットがあるっていうので、まあ、ダに近いかわかんないですけど、その、 え、経済圏という意味では、まあ、力が、今後はまあ、それ自分でね、僕の独自コインとか作ったりして配布したりとか、そういったとこ、てか未、未来がそうなると思ってるんですよね、実際は。な、なので、そういった意味で先回りしてやっていきたいかなと思ってます。ただ、まだ今は配布とかしてないので、コインのね、えー、今後そうしていこうかなっていうのはあるんで、もし興味ある方は登録だけしておいてください。えー、あと、僕の使用している証券会社取引所、こちらの方にあります。ほとんど全てが海外の取引所になりますけども、 あの、なんていうのかな。あの、仮想通貨投資する上で、もうあの、まず海外の取引所を使うっていうのはもうマスト。ただ、日本に住んでる皆さんは、あの、日本の取引所というか、円ね、普通は現金って言ったら円、日本円しか持ってないと思いますので、あの、それを、例えばビットフライヤーとかコインチェックとか、えその他の取引、日本の取引所で、えビットコインとかイーセレムとか、まあリップルとか、何かその自分の好きなコインを買って、それを海外の取引所に送金すると。で、そこで、 えー、今日話すようなコインとかを買うっていうのがいいと思います。まあ、別に強制してるわけではないんですけども、ただ、やっぱり明らかにその海外の取引所っていうのは、ステーキングって言ってですね、金利をもらえる。えー、しかもそれ毎日ね、えー、日払いでも金利が入ってきますし、ステーキングできるコインの銘柄数ですね。日本だと例えば上場しているコインっていうのも、例えば10銘柄20銘柄前後しか上場してないんですけども、バイナンスで言うと、300とか400銘柄ぐらいあるんですかね、上場しているので。 で、MAXC とかになってくると700とか800とか銘柄が上場していると。まあもちろんその中にね、怪しいとか、もうなんか全然こう売買されてないような銘柄もあるんですけども、まあそれはその自分で考えて買うか買わないかっていうのをね、選べばいいだけなので。あとステーキングに関しても圧倒的に金利が高い、あとす、銘柄数が多いので、まあ有利ですよね。で、まあその辺で、例えば税金の計算がとか、えー、そういうのはどうなのっていうところは、まあそれはもう、 税理士のチャンネルとかね、仮想通貨 YouTuber の、あ、じゃない、えー、税理士 YouTuber のチャンネルで、あのー、仮想通貨税金とかね、まあそもそも、あのー、お金じゃなくて利益をね、出していないと、そこは関係ないので、まああと計算とかはね、めんどくさくなってしまうんですけども、まあこれちょっとね、初心者向けに話してますん、ね、で、そういうとこ話してますけど、あのー、まあ、うん、利益が出てから考えるっていうのと、あまりまあ、今回は、 現物投資とか何を買えばいいかっていうところ初心者向けなので、短期トレードとかでバンバンこうバイバイしようとか、あとガチャガチャですね、動かさないような感じで話していきたいと思います。やっぱりその方が合理的ですね。日本住んでる方であれば、買って放置した方が上がりやすいですし、あの、今買って、えまあ早くても数ヶ月、ちょっとしたその上昇トレード、短期で数ヶ月間上昇して、ええ今が2万8千ドルとかですけど、えそれが5万ドルになったら利嚇とかね、 それだけでも、えー、2倍はならないけども、えー、2倍近いですよね。1.8倍とかぐらいになるんじゃないですかね。今2万8000ドルから5万ドル前後になれば。だからそれぐらいになれば、利格しても結構ね、100万円が、うん、170万、80万ぐらいになるわけなんで、70万円ぐらいの利益。で、そんなあった時に、例えばそれを1年間ね、個人事業主とかだったら、えー、年末とかに、えー、確定申告をするっていうだけです。まあ、詳しくは、あの、 え、税金とかね。えー、仮想通貨の税金とか調べてみてください。確か、5000万とか1億とか超えないと、あの50、55%とかですね。えー、ま、でいかないはずですので、あのー、例えば100万とかそれぐらい利益だと、多分10、10%とか、10%ないから、20%とか30%ぐらいで済むんじゃないですかね。えー、なので、あの、それで言っても、明らかにその、あの、海外のステーキングとかを使った方が、別に、あの、ダメっていうわけじゃないと思うんですよね。 なので、使えるんだったら使った方がいいんじゃないのかなと。あと、それ以外にも、デックスとかですね。えー、そういったのもあるんで。ただ、まあ、そういう意味で、あの、デックスとかになってくると、また説明がややこしくなるので、えー、今回説明しませんけども、えー、海外の取引所っていうのはめちゃくちゃね、銘柄数も多いし、あのー、あと、まあ、世界の標準が海外の取引所なので、こういったグローバル取引所ですね。日本の取引所は圧倒的に銘柄数が少ないので、そういった点は、 えー、あの、まずその認識として海外の取引所っていうのが、あの、銘柄数が多いと、進んでいるんだよと。世界で一番使われているのは、例えばバイナンスなんだよとか。そういったことをね、理解することが重要かなと。で、まあもちろんビットフライとかも、まあ、あの、日本人っていうのはね、資産とか持ってる人が多いので、えー、世界でもまあ、トップ数十位だと思うんですけど、トップ10まで入んないかな。トップ10とか2 30位とかだと思うんですけど、ビットフライとかコインチェックレベルで。 でもまあそんなぐらいです。まあ、なのでまああの海、ー、外の取引を使った方が有利だと思います。なので興味ある方はチェックしてみてください。あと、ほとんどがまずバイナンスで買えできますね。バイナンス、バイビット、ビットゲット、MXC ぐらいとかあればもうほとんどカバーできちゃうかなと。まあまず最初はバイナンスかなと思います。ただまあ日本住んでる皆さんもうバイナンス新規登録ができないと思うので国内版のバイナンスに登録するしかないと思いますけどね。まあそういった方はまあ何ですかね。他の MXC とか、その辺、ビットゲットとか使ってもらえばいいんじゃないかなと思います。まあ、その辺が取引に関してです。で、えっ、ー、と、じゃあ何を買えばいいのかってところですけども、うんと、まあ、僕の中で、その、まあ、一番皆さんに気をつけてほしいことは、あの、まあ普通のことをね、やってほしいなと思います。あの、まあ、いろんな銘柄あると思うんですけど、あの、僕は、あの、 コインを買うっていうことしか基本的にはしないですね。で、コインを買って、それをたくあの安く買って、上がったら売ると。現物投資のことがメインになってます。まあ、昔は BTC フ x ックとかやってましたけども、今でもたまにやりますけどね。ただ、やっぱりめんどくさいというか、あの、まあ僕はマレーシア住んでるんで税金はないんですけど、仮想通貨のね。あと投資全部非課税なんですけども、あのー、まあそれはまあめんどくさいとガチャガチャやってとかね、張り付いてとか、あと子供もいるんで、 えー、なかなかそういったね、生活環境とかを考えると、あとストレスが溜まってしまうので、短期トレードはあまりやらなくなりました。なので、ほとんどね、あの、忙しい皆さんというか、会社員の皆さんでも、できるような現物投資だけになっています。でそんな中の、あのー、生活リズムの中でやるとすればですね、で、何を買うかっていうところなんですけども、えー、一つずつ言っていきますけども、やっぱりまあ、ビットコイン。で、どれぐらいの問題は、 その安値券で買うっていうのと、どれぐらい買っておくのかっていうのと、どの銘柄を買っておくのか、もうこの3つぐらいしかないわけですね。あと問題は4つ目として、どこで売るのか、買ったものをどこで利確するのか、もしくは損切りするのかっていう問題しかないんですよね。だから4つぐらいの要素しかないわけですよ。あの、そして1つの銘柄に絞ってしまえば、もう買うか売るしかないので、で、しかも長期で持つっていうことを決めたら、 あの、もう、あとは買って放置できるので、忙しい方でも全然問題ないかなと思います。忙しい方というか、そうですね。アカウント作ってお金入金して、本人確認とか2段階認証して、あとはコインを買って放置。うん。っていうだけですね。で、あと、コールドウォレットとか、ハードウェアウォレットとかに入れる。ね。あの、取引所からそういったようなウォレットとかですね。えっ、ー、と、ネットに接続されていないようなウォレットに移動するっていうのはあるんですけども、そういったのは、 あのー、まあ、僕は前やってましたけども、もうめんどくさくなってやめました。全部取引地に保管してます。一つじゃないですけどね。あのー、なので、そこまで心配する必要はないかなと思いますんで、最初のうちはね。なので、まずはコインを買うっていうところ。えー、取引地に放置しておく。で、二段階にしはもちろんしておくっていうぐらいで十分だと思います。で、それでまあね、何を買えばいいのかっていうビットコインですよ。あとはイーサリアム。 で、このビットコインとイーサリアムってかなりキーなので、ほぼほぼこの2つ買っとけばもう問題ないかなと思います。あの、まあ、わからない方でも、お金を入金して、例えば100万円入金しましたとしたら、ビットコインに50万、イーサリアムに50万、はい、今買って、もう3年ぐらい放置、2025年まで放置みたいな感じでも全然いいと思います。まあ、超簡単に言ってしまえばね。で、もしそれ以外にもっと増やしていきたいよっていうんだったら、僕は BNB。 あと、リップル。もうほぼね、この上の順なんですけども、あのー、これ入れていきます。で、ここら辺からですね、ちょっと僕はパスしてもいいかなと。もうこの段階で今4つ言いましたよね。あの、ビットコイン、イーサリアム、BNB、リップル。で、この4つです。えー、で、ここら辺がもうほぼほぼ、押さえておけばもう問題ないかなと。でもう少し増やしたい,いよっていう方は、えっ、ー、とですね、 えー、ポルカドット。で、少し何か間空いていくのとか説明していくとかなり時間かかるんで説明しないんですけど、あの、前にも解説してるんで。で、あと、ユニスアップ。ポルカドットとユニスアップ。で、ちょっと軽く説明すると、このユニスアップっていうのが DEX って言われるですね。えー、取引所というか分散型取引所と言われていて、あのー、かなりキーです。イーサリエムベースの DEX の中で最大規模の えー、ものがユニスワップ。その中のガバナンストークンというか、ちょっと横文字多いんですけど、あのー、その中でまあ使われているとものがユニスワップの,このユニっていうかね、このコインなんですけど、なのでその分散型取引所で最大手っていうところですね。仮想通貨を買うって言っても漠然と、もう,こういっぱいあるじゃないですか。で、初心者の方とか、こうね、例えばビットコインは、えー、え、〇に使われる、e ー h e r m 何々に使われるとかってあんまりわからないと思うんですね。 まあ例えば、ステーブルコインって言われたら、そう、ドルとね、これ1ドルとペックされている。とかっていうのを聞けば、ああ、なるほどなと、ドルと同じような価値を持ってるんだなっていうのはわかると思うんですけど、ただ、それ以外のコインですね、カルダのドージュとか、マティックとか、ポルカドットとか、ライトコインとかですね、シバとか、トロンとかですね、こういうそのコインが、どういう役割持ってんのってのなかなか理解できないと思います。 で初心者の方にもう簡潔に言っておくと、もう理解しなくていいと思います。はっきり言って、最初からですね。もうとりあえず買ってみないとわからないっていう感じだと思います。僕としては。っていうのと、買ってもわからないと思うのと、別にその儲かるか儲からないかっていうのは、そのプロジェクトをめちゃくちゃ理解しているから儲かるのかっていうと、そうでもないですね。どっちかというと、その、うん、時期の方が圧倒的に重要です。それは。 僕も株とかもその投資とかしてるんですけども、意識するのは割安なのかどうかっていうのと時期ですね。あのー、今、例えばコロナショックが起こった時に僕は日経じゃない、日本株を買ったんですけども、でコロナバブルになって、たまたまなったわけですけどね。もっと時間かかるかなと思ったらいきなり上がって、それでほとんど利確したんですけども、あのー、そういうのは必ずあります。なので、で、時期で言うと今っていうのはめちゃくちゃいいです。2023。 ととはは僕はもう仮想通貨を投資すする時期だと思ってますんでなんでかっていうと、2021年に仮想通貨バブルだったからです。これはめちゃくちゃもう言ってるんですけど、なんでかっていうと、もうナスダックとかですね、これもちょっと難しいチャート形状の勉強になってしまうんですけども、2021年に仮想通貨バブルじゃないです。えっと、コロナバブルですね。になったと。それはもう起こったんですよ。すでに起こっているので。 でもう上がりすぎたんです。圧倒的に。株も仮想通貨も。もう株に有り余るだけのお金が流れて、それでもお金有り余ってるから仮想通貨にも資金が流れて、ビットコインが2021年とかにこう上がったと。で、2022年に入ってずっと下落したと。もう資金が抜けてしまったと。で、また少しまた資金が入ってきて上がってきたというタイミングです。だ時期としてはもう少し上がってますけども、もしまた下がったら、買い増しをする。 えー、なかそのお金を残しておくっていうことは重要かもしれませんけども、まあ、でも例えば1年後に、えー、1年ぐらい半年とか1年後にまた買い増しをするっていう、そのために、えー、お金を残しておく。もしくはそのぐらいには、1年後には例えば、なんだろうな、給料とか、えー、もしくはボーナスとかで少しはお金貯まるよね、みたいな、えー、感じの人いると思います。ま、さすがに1年経って、 一年後に今よりお金失ってるっていうよりも一年後に普通はね、給料とかで、少しはね、めっちゃ貯まるっていうこと言ってないですよ、別に。一年後に普通の給料とかで、貯金とかが少しね、増えるっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思います。別にその10万円から始めて、まあ来年またね、この一年後にまた10万円ぐらい貯金できるっていう方いると思うんですよ。で、それまあ今10万円投資して、で来年また10万円投資する。で、また再来年10万円投資する。 っていう感じでやってもらえれば、全然うまくいくと思います。なので、時期の問題の方がはるかに重要なので、さっき言った通り、この、銘柄をすごく理解するっていう必要はない。まあ、もちろんした方がいいですよ。ただ、こんだけの銘柄数の理解できますかっていう話ですよ。まず、あとは、e、さっきにイーサリアンベースの分散が取り引くデックスで、その、そこから、えー、ね、ダプスとして生まれたのが、ユニサップだよとか言われても、よく、よく、 意味がわかんないと思うんですよね。分散型取引所と中央集権的な取引所の違いとか。もう覚える事柄が多すぎる。これ初心者向けに話してるんで、まずわかってる方はもう当然ですよね。まあそういったものなんですけど。なので、その、用途は違うんですよ。それぞれね、仮想通貨のこの様々なコインっていうものが。それぞれで違うんだけども、 まず分かんない方に向けて、簡潔にこれ買った方がいいよっていうふうに言ってます。だから軽く言いました、ユニスサップのことについてね。あと、時期の方が重要なので、今は下がってきて少し上がってるけども、全体としては大きくね、大きく、2021年から大きく、バブルが崩壊して大きく下がった時期から少し上がってるぐらいなので、あの、別にちょっとぐらいこうね、上がっていても問題ないよと。さらに言うと、今これ言ってるですね、ビットコイン以外のアルトコイン、その他のコインっていうものは、そんなに上がってないです。 えー、BTC ほど上がってないです。E セレ少し上がってますけども、えー、例えばリップ、まあ少し上がってますね。例えばソラナとかカルダノとかってそんな上がってないです。別におすすめじゃないっていうわけじゃないんですけども、あの別に買ってもいいと思いますけど、だから、あの、もうほぼほぼ何でもいいんです。もう何買っても上がると思ってます。だから時期としてもバッチリなので、今とかね、今年来年買っておけば。でもしこれがどっちかっていうと、例えばマティックみたいな少しこう上がっちゃってる方が僕としては嫌いです。 あの、で、逆にこのチェーンリンクみたいな全然上がってないコインの方が急に吹き出す。えー、急にね、ドッカンで、えー、上がり始めます。なんでっていうとそういうものだからです。えー、例えばこのね、2022年とかもこう、急激にこう、垂直上げし始めました。えー、例えばクリプトコム m というかね、これがクロノスか、最近名前変わったんですけども、こんな感じで急にこう吹き始めます。で、それはもう仮想通貨の特徴で、 えー、サンドボックスとかもねあ、ディセントラランドとかっていうコインもあるんですけど、これメタバース系ですね。で使われるコインなんですけど、こんな感じで吹き出してます。えー、まあ、サンドボックスもおすすめですね。これも時価総額30位とか50位以内だと思います。のコインなんですけど、あのー、まあ、メタバース関連では、まあ、一番知名度が高いのはサンドボックス、ディセントラランドです。なので、あのー、もうサンドボックスも買っておいた方がいいですね。だからもう本当にね、あのー、買うべきものっていうのは結構少ないです。 まあ別に何買ってもいいんですよ。何買ってもいいと思います。例えばこの辺のファントムとかトロンとかヘデラハッシュグラフとかビチエンとかですね。とか買ってもいいと思いますし、ほぼ何買ってもいいです。エイプコイン買ってもいいし、えー、ですかこの辺のクレイとかハーモニーとか。もうこれも全然上がってないんで。だから要は時期としてさっきに言いましたけども、これ全然上がってないんですよ。で、これがどうなるかっていうと、その2022年 今年か3年か4年あたりとか5年とかに一気にこう、急激にストーンって上がり始めますで。そのタイミングを逃さないように今のうち買っておきましょうよっていうのが今日の話です。なので、あの、そんなに学ばなくてもいいというか、一つ一つのコイン調べていったら、1年かかっても終わんないです。なぜなら1年後にはまた新しい。というか、数ヶ月ごとにこの時価総額ランキングですね。ここのそのランキングっていうのが、あれ ?100 位以内に入ってたコインがあれ急になんか300位ぐらいになってるぞとか。 逆にその、あれこれ見たことないコイン入ってる。あれ先週まで時価総額数百位だったコインじゃん、これ。みたいなことがあります。で、その都度調べていくと、あの、もう、まあ、まあ、わけかるようになってきますけどね、途中で。あ、これはどういう件なんだなとか、あ、こういうプロジェクトなんだな。あ、これレイヤー2かとかですね。あ、イーサリムのレイヤー2の、えー、プロダクトなんだなとか、えー、あ、レイヤー3かとかですね。まあ、レイヤーっていうのは2層目ってことですね。オフチェーンで、オフチェーンで取引、あのー、取引を処理するってことなんですけど、 まあそ、そ今で言ったこととかね、ロールアップとか、えー、ZK とかね、ゼロ知識証明とか、まあ、ほぼね、あの仮想通貨の世界っていうのはスマートコントラクトっていうのが革命で、イーサレムが革命みたいな感じです。ビットコインは象徴として、誕生としてね、関わっているんですけど、今のその仮想通貨業界の中心としてあるのはほぼイーサレムなんですよ。イーサレムと、そのスマート、イーサレム技術としてスマートコントラクト、それにおいて、 から発生するななアプリケーションンコインで構成されてね。あの、もうそうなんですよ。かなりややこしいんですけどね。あのー、だから、あまりそんなにね、もう調べ出すとキリがないので、初心者の方に言っておくと、まず今日の動画で覚えてほしいことは、とりあえず買っといた方がいいっていうのは今の時期です。あの、仮想通貨に詳しい人っていうのと、仮想通貨で儲けてる人っていうのは別なので、で僕はどっちかというと仮想通貨で儲けてる人です。 めっちゃ詳しいわけではないです。開発とかもしたことないし、あのー、そうです。はっきり言って、もう、別にそんな詳しい技術者とかでもないので、コイン作った。まあ、コイン作るぐらいは多分できると思うんですけど、誰でもね。ただ、その開発、その自分の独自チェーンで、えー、作るってことはできないですけども、例えばトークンですね。そういったものぐらいはと誰でも作れるんじゃないかなと思います。NFT とかね。それだって画像アップローするだけですから。 やったことはないけども、まあ、そんなもんだと。で、そもそもなんでやんないのかっていうと、別にそんな、そこが儲かるキーだと思ってないからね。大事なことっていうのは、安値で買って高値で売るっていうところだけがキーなので、投資においてはね、さっきも日本株の方で言ったんですけども、時期が重要です。なので、そんなにね、その、学ぶことは重要なんですけど、まずは、何がこう、儲けるこう、コツなのかっていうところが重要かなと思います。まあ、そういう意味で、まあ、今軽くね、あの、5メガラ、10メガラぐらい言いましたけども、 時期的に言うと、まあ、今はベストなので、えー、サンドボックス出てきましたね。あとは他なんですかね。その時価総額100、トップ100とかに入っているコインで、ね、買っていくのがいいと思います。で、変に、その、一旦こう崩壊したようなルナークラシックとか、あとは FTX トークンとかですね。何かその、極端にその、何かトラブルがあってのコインとかは買わなくていいかなと思います。えー、で、ちょこちょこですね、その、 例えばコインポストとかで話題になっているとか、最近で言うとそのアービトラムとか、えー、が、イーサリアムレイヤー2のプロジェクトなんですけども、そういったのが話題になってますけども、そういったものとかの方が僕はいいと思いますね。だからそういったものを中心に買っていくと。ただまあ結局、そのイーサリアムを買っておければ済むんじゃないかって話なんですよ。ビットコインと、最初に言いましたけども、ビットコインでイーサリアム買っておけばほぼほぼ終わりっていうか、基本はね。で、それでもっとその、 リスクを抑えたいよとか、まあ、僕は分散することはリスクヘッジになると思ってるんですけども、仮想通貨のね、株でも。まあ、それ当然ですよね。あの、有名な話ですけど、卵を一つのカゴに10個入れておくのか、それとも籠をね、10個に分けて卵を一つ一つ入れておくのかって言ったら、それは分散して持っておいた方が安全じゃないですか。1個カゴ落としても、卵1個だけしか割れないわけなんで。そういった考え方ですよね。えー、なので、あのー、 そういった意味で言うと、まあ、僕は最低でも5メーガルか10メーガルぐらいには分散した方がいいのかなと思います。特に仮想通貨はね、ボラテリティ、値動きがすごく激しいので、あとは無価値になったりとかね、あのー、破綻、あのー、ルナっていうかね、テラのプロジェクト破綻したりとか、FTX の取引所もね、破綻した FTX トークンが無価値になったりとかっていうことあったので、そういったことを考えると、やっぱりまあ、分散っていうのはまあ、マストかなと思います。時期も分散っていうのはマストなんですけど、 仮想通貨特にですね、5銘柄以上欲しいかな。まずは。最初ね、その、一気に5銘柄買うっていうこと自体ややこしいというか、不安だと思うので、最初はまずビットコインと e ー e l l だけでもいいと思います。で、また、あの、1ヶ月2ヶ月ね、仮想通貨のことを調べたりとかしながら、あこれはこういうプロジェクトか、こういうプロジェクトだったらやってみたいなとか、買ってみようかなとかね。で、まあおすすめはさっき言った通り、その、プロジェクトごとに分けた方がいいですね。目的ごとに。えっと、まあメタバース関連なのかとか、あと話題の ちょっとまあ話題のゲームファイ関連。まあ近いんですけどね。メタバース関連なのか、ゲーム関連なのか、あとはその、イーサリアムとかビットコインのような、もうほぼプラットフォームのような、イーサリアムから発生するようなコインが生まれているようなコインなのかとか、まあやっぱそういう方が強いですよね。あのー、要はもう、もはや経済圏として出来上がっているので、やっぱそういう意味で BNB とかも強いです。BNB から発生したものはできているので。例えば最近ね、バイナスが訴えられているので、BNB とかですね。 えー、バイナンスから、えー、BNB チェーンをね、使っている。えー、仮想通貨は、その、そもそも何がすごいのかというか、技術、技術としてすごいのは、ブロックチェーンとして使う、あの技術がすごいわけですけど、すごいというか、うーん、まあ今までなかった技術なわけですけど、あの、チェーンっていうものはね、分かれているんですよね。だからそういった意味で、その何を繋げるかっていうところを考えていくと、そのチェーンごとにですね、こう、異なるプロジェクトがたくさんあるので、 えまずここにね、こう、いろいろこう、コインマーケットキャップってね、これ、あるので、その中で例えば DeFi とか、えあと NFT とかですね。でやると、こう、a p e c o が1位なのかとか、っていうのがわかってくるんで、G がすごく大きいやつから、こうね、プロジェクトごとにメタバース NFT とか、メタバースでもこれ、a p プが1位ですね。えまあちょっと、例えばね、変えて、例えば、 ディセントランド買ってみたりとか、あとポルカドットっていう項目あるんで、ポルカドットだったらポルカドットとかチェーンリンク買ってみたりとか、あと BNB チェーンだったら BNB とか、あと、同時はまあ、もともと、これ適合しただけ違うんですけどね。これだからこれちょっとえこっち。うん。ここはなんか適合しただけで、なんか独自のやつがないっすね、あんまり。 まあ、パンケーキスワップとかですかね BN。BNB とパンケーキスワップを押さえておけば、えいいのかなと思います。あと、ソラナだったら、ソラナを買うとか。ですかね。あと、アバランチっていうのがあるんで、アバランチだったら、アバランチ。あとは、何ですかね。あと、スシスワップとかもありますけど、スシスワップっていうさっき、最初に言った、デックス、ユニスワップの、まあ、2番目じゃない、何番目なんだ、今。 えー、まあ、イーサリアンベースの DEX ですね。まあ、それでもまあ、大きな規模の分散型取引所になってきます。まあ、そういったものを買ったりとかですね。まあ、ユニサ、だから、ね、方法いうのは、あのー、1位のコインですね。それぞれのプロジェクトで1位とか、もう1位か2位とか、それぐらいを買っておけば、もう完成するかなと、ポートフォリオは。5ガ柄か10ガ柄ぐらいはもう買うことになってしまうので。で、また、じゃあ、もう、 心を落ち着かせて数ヶ月後ですね。3ヶ月とか半年後とかに、えー、チャートを見て下がっているなとか、全体的に下がっているなとか、含みそうになったけども、損切りせずにまた買うっていう感じで、同じ銘柄でもいいし、新しい銘柄を買ってもいいと思います。そういった感じでやってもらえれば、初心者の方でも儲けやすいかなと思います。まあ、ということで、まあ、今回ですね、えー、話してみましたけども、あのー、 まあこうね、簡単に説明しようとしても結構難しいですよね。まあ、このチェーンとこのプロジェクトごとに分かれていて何を買えばいいのか確かに説明していて僕もちょっとま皆さんにね、初心者の方がその知りたいことってなかなか難しいんですけど、ただ最初にそんな難しく考えてしまってもしょうがないっていうのと、さっき言った通りね、全部を調べようとしてもその何が何だか分かんないと思いますのでっていうのと、 あと、その、仮想通貨に関してはね、株とかみたく、その、まだまだその、どうやって、こう、稼ぐかっていうのは確立されてないので、例えば株だと割安株を買うとか、あと後輩と株に投資するとかね、なんかそういったテクニックってあるじゃないですか。あと、不動産とかでもね、あの、えっと、駅地下物件を狙えとかね、いろいろ本とかネット上にもあるじゃないですか。ただ、仮想通貨の場合ってまだまだ、本当に、何だろうな、買って放置みたいな感じしかないんですよね。 で、他にまあテクニックといえば、例えば金利が高いとかね、ステーキングとかありますけども、それもコロコロ変わるんで、えー、なのでそういったことを考えると、やっぱりもう買って放置で割り、時期として今、安値圏である今に、今のうちにね、こう買っておけばほぼほぼ儲かるっていうことを考えた方がいいのかなと思います。ということで今回は、ね、これから仮想通貨投資を始めたい方向けに、簡単にね、その何を買えばいいのかっていうのを説明してみました。えー、なので、あの、もしね、皆さんが、 何を買えばいいかね。回った場合はぜひね、今日言った銘柄。で、あと、それぞれのプロジェクトごとね、ジャンルごとに大きなコイン。1位とか2位とかの規模感の、コインを買えばいいのかなと思います。で、それ以外のコインは本当にね、もう最初のうちは買わなくていいと思います。時価総額数百位とか、1000位とかのコインとか、あとはなんか SNS。これ本当にやめた方がいいんですけど、Twitter でね、おすすめしてる人がいたとか、YouTube でおす,すめしてる人がいたとか。まあ僕もこれ YouTube でおすすめしちゃってるんですけど、ただまあ、 その今言ったコインっていうのはもう時価総額はめちゃくちゃ大きいので時価総額トップ100に入るようなコインっていうのはもう全然大きいですなので僕が言ったから、えー、なんちゃらって全然関係ないので、えー、ぜひね心配せずに、えー、買ってみてくださいということで今回の動画は以上になります今回ね動画良かったなと思う方ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますあと概要欄にあります公式 LINE と公式 MINE 登録していただいた方には 仮想通貨や投資トレードの講義な無料でプレゼントしてますので、えー、こちらの方でね、あのー、まだね、YouTube でもっとね、詳しく、あの、講義とか、あのー、お送りしてますので、えー、ぜひね、チェックしてみてください。あと僕の運営するオンライン投資スクール、G i ベス e s t o r Premium、l えー、その他ね、証券会社などもありますので、えー、ぜひね、こちらもチェックしてください。それでは今回の動画以上になります。最後ご覧いただきまして、ありがとうございました。